ラズロクは、ブルガリア南西部の町、及び、それを中心とした基礎自治体。ブラゴエブグラト州に属する。山々を背景とした、ラズロクの町の景色ラズロク渓谷の中に位置し、ビサンティン帝国のバシレーオス2世の統治下で、町は誕生した。14世紀からは、オスマン帝国の支配下となる。19世紀には、ラズロクの人々の多くが、 クレスがラズロク放棄及びイリンデン放棄に加わり、それまではオスマン帝国の一部、セラニク州、セレズ地方に属していた、ラズロクは1912年にオスマン帝国の支配から解放された。ラズロクは陶器の観光地として1990年代から2000年代にかけて開発が進んだ。周辺を取り巻く、ピリン山脈、リラ山脈、ロドピ山脈が町を大きく、 特徴を付けている。領域の一部はピリン国立公園に含まれている。ピリン国立公園はユネスコの世界遺産にも登録されている国立公園である。ラズロク基礎自治体にはその中心であるラズロクをはじめ以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧ありがとうございます。